なんかさ、人間って能力の際で幸せが決まるわけじゃないが、勤勉に善を行える人で、それで勤勉に善を行える人で、それで幸せを許容できる人、幸せを受け取ることができる人が結末、なんて言いたいんだっけ、優れてるというか幸福になれるんだよ。なぜかっていうと、いくら幸せを私が求めるのが怖いのは、その仏教の世界観だとしたら、有頂天まで行った時に、天国の一番いいとこまで行った時に、そこに危うくミスをして無間地獄に落ちたりするのが怖いから、だから幸せが怖いって私は思ってるんだよ、きっと。うん、だからそれでも いくら天国に行っても地獄に行く可能性もはらんでるんだから、そうしたら善を守れって言った方がいいよねってなるから、なんかその面で日本人は優れてるんだよね。